はい、皆様こんにちは、こんばんは、ヒロです。今日はですね、ちょっとね、楽器屋さんに行こうということで、こちらのローカルのね、後ろね、ちょっとありますけど、ちょっと急遽撮り直してます。さっきまで撮ってたんですけど、実はちょっと放送できないような内容になってしまいまして、というのが中を見てたらちょっとね、怪しげなものがあったので、これは、皆さんへの情報共有いいですね。先日、中古楽器を買う時の注意点ということを、お話しさせてもらいましたけども、そのいい、実践編の動画になってしまいましたので、急遽オープニングを撮り直しております。なので楽器テーマはちょっと伏せようと思います。というのが、いわゆるフェイクではないんですよ。ただ純正品ではない、改造品というんですか、カスタム、よく言えばカスタム、悪く言えば、ちょっと標準純正品以外がついてしまったギターってことになるので、なのでお店の名前は出さない方がいいかと思うので、このようなオープニングを撮り直しています。それではね、先ほどもう先に撮ってきたんですけど、先ほどの動画を今から流しますので、一緒に見てみましょう。これはイングベマルムシティモデルのモディファイドっていう風になってますけど、これですね、実は本物じゃないんですよね。ネックはスキャロップで、裏は一応ね US になってますけど、まあこれは改造されてるとして、なんかね、違和感あるんですよね。で、見る、特にこの辺りがプレートが変わってますよね。で、なんかね、ボディの感じが違うんですよ。この辺のジョイント周りの絵がね、ちょっと違うんだよな。多分これは本物じゃない。で、ピックアップは一応 YJM ってついてますけど、ブリッジがね、偽物でしょう。なのでこれ多分ね、まあボディ黄色いの見えてますけど、多分スワップしたんだろうなと思われますね。偽物です。これは偽物というか、まあ本物ではないですね。お値段はね、ちょっとね、1500ドルの価値ないですね。あとこれちょっとね、面白いギターだと思うんですけど、なんていうブランドかな、あれなんですけどね、これね、まあ、いわゆるコピー系のエクスプローラーのコピーをしたギターだと思うんですけど、まあ、ピックアップは謎ですね。よくわかんないんですけど、このギターはね、1点注意点があって、これね、例えば、よいしょ、ネックのね、さっき気づいたんですけど、ここをこうやった時の、フレットの減りいいなと思ったんですけど、よく見てください。下が赤いですよね。一見一番黒いんですけど、赤い色が見えてますよね。これは赤いネックを上から何か靴墨とかマジックで、多分靴墨だろうな、で塗って黒く見せかけたネックです。なので黒い色は上から着色してると思われますね。はい、行ってきました。で、ですね、まああれがね、あの、一応繰り返しお店の名誉のために言っておきますけども、あれはフェイクではないんです。純正品を、いわゆるそのシグニチャーモデルと言われるモデルを改造してしまって、純正以外の部品がついてて、とてもそのなんとかモデル、まあこれ、まあもう出てるんで言いますけど、イングベマルムスティモデルとは言えないギターになってるわけですね。一番大事な部分改造されたりしてますから。なのであれをイングベイモデルとして売っちゃうことに、僕はね、ちょっと抵抗があります。だから分かる人が買えばいいんですけど、何も知らない人があれを見て、見てオンラインで見て、値段も通常よりいくらかな、 30% ぐらい下がってるのかな、新品より 30-40% オフってなると飛びつくじゃないですか。だけどそういう気をつけなければいけない点が入ってる商品です。なのでオンラインでこれね、実物見てるとまだいいんですけど、そのオンラインで買う場合っていうのは写真のみで、まあ、僕は写真で
大体わかると思うんですけど、実物見るとよしね。なのでオンラインで見ちゃうと撮り方によってお店の人があそこまではっきり出してくれなかったら気づかない可能性もあるので、なので、オンラインでの購入は、まあ、中古品ですねのオンラインのでの購入は本当に気をつけた方がいいよっていうのはこういうところです。でもう一つの方、あれは決して製品として間違ってるわけじゃないんですけど、ですね、まあ一見指板もちゃんと黒くて黒いネックに見えるじゃないですか、黒い指板にね。だけどよく見ると下が赤色で上から黒いものを塗って黒く見せてる。なので別に騙してるとこはないんでしょうけど、元々の見た目の関係で黒く塗ったんでしょうね、前の所有者がね。あれ中古なのでね。だけどあれを知らずに買ってみると、なのでまあああいう実際の本当のところと見た目っていうのはちょっと違う可能性があるということで、まあ気をつけましょうというね、細かいところを見ましょうという、意味であのネックもギターも撮ってみました。どうでしょうか。やっぱね、中古品っていうのは本当によく知らないと、ああいう騙されるとは言いませんけど、やっぱり例えば最初のねイングベマルムスティモデルっていうのを信じてしまっているので、なのでまあ商品もねイングベマルムスティって書いちゃってるのでね、なのでイングベマルムスティモデルだと思って買っちゃうじゃないですかね。そうなった時にあれはちょっと不親切かなと、もっと詳しく書くべきで、例えばブリッジが違うとか、ここは改造されてるとか、ボディはちょっと怪しいよとか、書いてあったのであればいいんですけど、あの値札の条件というか、特には特に特記事項もなくイングベマルムシティモデルとして売ってあったんですね。そうするとちょっとね3割引きになってるのは、新品の3割引きの価格っていうのはちょっとねどうかなと思った次第です。でまあ中古を買うときっていうのは本当にこういうことが、まあ良し悪しはさておき、悪意があるないはさておき、こういうことがいっぱいあるので、まあ詳しい方、本当にギターに詳しい方を、もうオタクのような方をね連れて行くことをお勧めします。最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ちょっとね外で周りに人がいるので、気を使いながら喋ってるので、ちょっと話が、うまく話せてない部分はあると思いますが、ご了承、そこはご理解いただけるとありがたく思います。最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ぜひですね、チャンネル登録とグッドボタンの方ね押していただけると、グッドボタンねですね押していただけるとありがたく思います。ヒロでした。バイバイ。